時は慶長、豊臣と徳川の最後の決戦の時が近づく、そんな時代、京の四条河原ではあまたの芝居小屋が立ち並ぶ。昼夜問わず強制に満ちた天国と地獄、そこで耳目を集めるのが踊り子のお国。踊りはうまい、器量は良い、そして何より切符がいい。順風満帆に見える彼女の過去と心には拭いがたい傷があった。そんな彼女の運命が一人の男との出会いによって動き出す。芸術の歴史を変えた出雲のお国の生き様を描く爽快美麗な歴史エンターテインメント、ここに見参、ご期待ください。